国際医療福祉大学の学の長を務める鈴木です今日皆さん方にいくつかのことをちょっとご紹介したいと思うんですが一番はこの専門職大学院の特徴である働きながら学べるとということですで私自身も1988年から1990年までアメリカのハーバード大学の公衆衛生専門職大学院で2年間勉強しました。 一年目はマスター・パブリック・ヘルス公衆衛生修士ということでしたし二年目はマスター・オブ・サイエンス・イン・パブリック・ヘルス・パリシー・マネジメントということで保険政策管理学の科学っていうんですかあ、ね、ということでした。でその後四年間 WHO でエグゼクティブ・ディレクターを務めることになるんですけれどもこの時に思ったのはやはり 留学そしてミントキャリアの経験というのがとにかく人脈を広げ視野を広げるのに非常に役に立つということですね。そここでであったたいろんな人人れれが後々の私の私生で非常に助けてくれましたということで今日は働きながら学ぶことのメリットをいくつか皆さん方にお伝えしたいと思います。 まず一つはやっぱりミッドキャリアですので当然皆さん方は働いておられるそしてできれば働きながら学びたいということですけれどもその,段あの2年間の中で皆さん方がキキャリアアアッッププそれからスキルアップをできるということですこれができることによって次のより魅力的な職場に行くこともできるかもしれませんし現在の職場の中でプロモート昇進をすることもできるということだと思います。 それから2つ目これは私自身の経験にも非常に関係していますけれども、まあ、視野が広がが広り大ききく物事が俯瞰できるととといいうことだと思いますあのどうしても目の前にある仕事目の前にある人たちに目を奪われがちですけれども少し引いて上から見ることによって全体像がどうなっているかということが分かるんですね。これがやはり ちょっと働きながらでも大学生の時代とはちょっと違った経験ができるというのがすごく大事だというふうに思いますそして三つ目はあの社会人としての基礎力を身につけることができるということだと思います例えば皆さん方も仕事の中でいろいろな場面を遭遇すると思いますけれども例えばプレゼンをする能力とかですね時間を管理調整する能力とかそれから人と交渉する能力 こういったものはやはり仕事の中でももちろん養うことはできますけれども大学院という事業それからインターンシップ大学院の事業の一環として、えー、さまざまな機関や、えー、行政組織の中で働くもしくは検証するということで養われるととといいうことだと思いますでそれに加えて私は2つのことを特に社会人として 働くことによるメリットとして今日はお伝えしたいと思っているんですけれども一つは皆さん方社会人として働いておられてその途中で学ばれるということですので今までの大学における学びそれから受験における学びとはちょっと違うということだと思うんですねなぜなら受験や大学における学びっていうのは初めから答えが分かっているでその答えを めぐって先生方が質問を出すわけですその答えにいかに早く正確にたどり着くかということが大学や受験における競争準備の一番大切なところですけれども実生活における問題解決ってそうじゃないと思うんですねその問題に対する自分に出した答えが正しいかどうか自分もわからないし誰もわからないでも答えのわからない問いに何らかの 対応の仕方を見つけていくしかないで、後からそれが正しかったのかそうじゃなかったのかというのはわかるけれどもそれに応じて学んでより次の段階ではステップアップした対応ができるこれが非常に大事だと思うのでそれが働きながら学ぶというミッドキャリアプログラムができるということがあると思いますそれからもう一つはご自分の今抱えておられる仕事まあ国際保険であったり疫学であったり さまざまな保険医療福祉の関係であったりということだと思いますけれどもおそらくはこの2年間で学ぶさまざまな知識大きいものから小さいものがあると思いますけれどもそれがすぐ明日からの実務に役立つととということだと思うこだ思んですおそらく皆さん方は大学の今までの授業やレポートや試験を通じてこの知識が明日すぐ役に立つと思われた方はあんまりいないんじゃないかと思いますけれども大学院の場合は 特にこの専門職大学院の場合には実務型の教育と学びを重視していますので、えー、明日からのもしかしたら答えがない問いに対しても何らかののの自分なりの対応の仕方を見つけるるここととととができいいうことだと思います。それから、まあ、これはあの皆さん方にとってのメリットというわけではないですけれども私たち大学人にとってのメリットというのも一つあります。 それどういうことかというとおそらく皆さん大学時代は先生方が休校だというと喜んだと思うんですね時間ができて遊びに行ったりお茶飲めたりするわけですからところがミッドキャリアの人たちの多くはそういう反応を示しませんこの休校はどこで取り返してくれるのかこの穴はどこで埋めてくれるのかつまり自分たちで仕事をしながら学んでいるわけなので 多くはご自分で授業料を払っているんですねおそらく大学の時はご両親なり奨学金で授業料面倒を見ていたということだと思うんですけれども自分で授業料を払うということはやはり自分でその分自分に投資しているということだと思いますからその投資には必ずリターンをそれぞれの方が求められるということだと思うんですねこれがやはり大学院での教育レベル特に教員の間の緊張感の生んで教育レベルを高める ということだと思います。最後に四点ほど私どもの公衆衛生専門職大学院の特徴をお伝えしたいと思います。これはあのアメリカの US Council on Education for Public Health というところの基準に基づいて作られる来年四月に開講する専門職大学院です。で一つは実務家のためのプログラムということでこれはあの研究とかアカデミシャーのためではない。 ということで論文の義務のないミッドキャリアのためのプログラムということです二つ目は多彩なインターシップのプログラムが用意されているということです保健所や自治体厚生労働省や環境省もありますし海外の機関 WHO や世界銀行アジア開発銀行というところも用意されていますで、さらには外務省で研修ということも考えられますということで非常に多彩な それぞれの方々のニーズに合ったプログラムが提供できるということだと思います三つ目は国際経験公衆衛生の経験の豊かな医師や教授陣が揃っているということです私自身も WHO という国際館で四年間働かせていただきましたし私よりも長く WHO の幹部を務めた方々もおられますそういう方々が、まあ、まさに現場の政策立案 それから公衆衛生的な課題解決ここに焦点を絞って皆さんと共に研鑽を積みたいというふうに思っていますで最後はあのアジアの国なんかの学生に対しては非常に奨学金を用意をしていますしそもそも私たちの学費はおそらく私自身としては日本でも最も安いレベルだというふうに思いますで、また主なカンパスがある赤坂は東京のまさに中心 赤坂水家の駅からも近いということですので、社会人の方が働きからながら学ぶのにまさに適したプログラムということだと思います。ということで、来年の4月開校する国際歴史大学の公衆衛生専門職大学院、来年の4月に開校ですので、ぜひお待ちをしております。 皆さんこんこにちは国際緑祉大学は2024年来年の4月に公衆衛生大学院専門職大学院を発足いたします、えー。この専門職大学院は働きながら学ぶあるいは一度仕事をしてそしてミッドキャリアの段階でもう一度学ぶというような場になります。今日は、えー これまでいろんなところでミドキャリアとして、修士課程、あるいは博士課程の方もいらっしゃいますけれども、大学院で学ばれた方々に来ていただきました。で、皆さんのキャリアプラン、あるいはキャリア構成にとって、大学院で学ぶことがどういう意味があるかというようなことについてもお話しいただきたいというふうに思います。では、まず最初、1人ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。まず一番、私のお隣にいらっしゃいます、中村さんです。お願いします。 はい、と中村恵理と申します。と現在セーブザチルドレンジャパンの海外事業部でウクライナ危機を担当しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、鈴木文香と申します。横浜市で保健師をしています。今日はどうぞよろしくお願いします。 国際医療福祉大学三田病院肺高血圧症センターで研究コーディネーターをしております竹康と申しますよろしくお願いいたしますはい、高橋範明と申します国立がん研究センターの健診研究部というところで特任研究員をしております今日はよろしくお願いいたします 皆さん本当にそれぞれの専門をお持ちでそれぞれのキャリアを持っていると思うんですけどまた中村さんからあのどういうふうに自分の専門性を選んでそしていつどのように勉強して、まあ、あの今に至ったかということをちょっとお話しください。よろししくお願いい、いままます。す、はい。すははありがとうございます私はですね、ま、ず、えっと 国際医療福祉大学、えっと、理学療法学科、えっと、大田原キャンパスの13期生の卒業でして、えっと、そちらで、えっと、卒業した後、えっと、地元の北海道に戻りまして、えっと、函館市の函館中央病院で5年ほど勤務しておりました。えっと、その後ですね、青年海外、JICA の青年海外協力隊に応募しまして、中央アジアのキルギス共和国という国に派遣されまして、2年間、 えっと、通称リハビリテーションセンターの方で勤務した後、同じ国でまたご縁がありまして、えっ、ー、と、ユニセフキルギス共和国事務所の方で、主に母子保険に関する、えー、プログラムコーディネーターをさせていただいておりました。で、えっ、ー、と、その後にですね、 あの、そうですね、公衆衛生の、えっと、大学院を、え、の方に進学しまして、イギリスにあるリバプール。え、熱帯学校、の方で、えっと、一年間公衆衛生を勉強しまして、現在。の、あの、セーブドシルドレンジャパンで勤務しております。ありがとうございます。はい。はい。と、はいはい、私は、えっと、大阪大学看護学科を卒業した後。まずは臨床経験、を積みたいと思って。 あの血液内科病棟で看護師としてのキャリアをスタートさせましたあのとても専門性が高くてやりがいもあったのですがあのちょうど勤務先でたまたま公衆衛生大学院の開校のポスターを目にしましてあのもともと、まあ、タ対個人だけでなく対集団の公衆衛生に興味があったのでキャリアチェンジのきっかけとして公衆衛生大学に進学しました。と在学中はと国境なき手段だったり えっと、厚労省の大臣官房国際課のインターンシップも経験しまして、公衆衛生の第一線で、あの、働きたいという思いを強めました。そのため、あの、卒業後は、えっと、横浜市に保健師として入庁しています。と、一つ目の所属では、感染症などの健康危機管理の対応だったりとか、あとは、えっと、生活習慣病の予防、 早期発見のための,あの、ま、地域で、えっと、事業を企画したり運営したりとか、ね、あの今いる2つ目の所属では子育てし、えっと、世代を対象とした支援、ま、虐待予防だったりとか発育発達の支援だったりとかとあとは、ま、集団支援だったりとかあとは地域であの、ま、地域特性に応じた個々のニーズに応じた事業を進めていっています。 私はもともと看護師としてキャリアをスタートしまして、看護師としてはあの病院の、大学病院の病棟勤務をしておりました。その後、知見コーディネーターとして割と10年以上長く務めておりまして、えーと、そこで医学研究に初めて携わるようになっています。で、その後、えー、と知見でお世話になった先生からあの国際医療福祉大学のグループ大学の中であの臨床研究、 のサポートをしてしてほいということで今は国際医療福祉大学三田病院の肺高血圧症センターというところで臨床研究のコーディネーターをしておりますでコーディネーター業務だけではなくて割とあの研究計画の立ち上げのところから公的資金を取りに行く時の支援などあとまあデータの収集をして管理するところなど割と多岐にわたって幅広く支援をしていますももととその 医学研究に携わる中で、まあ、その法規制であるとか統計学なんかをもう少しちょっときちんと学びたいなと思っていましてそれまでは割とその知見コーディネーターをしていた時の経験 の中から学んだことをあの業務に生かすという形だったんですけれどもまあちょっともう少しきちんと学びないなという気持ちがあった中でえと国際医療福祉大学の,あの公衆衛生学の大学院の方で学んでみたらどうかというお声かけもあったのでまああの職場の支援もあったということで入学することができましたあま私はあの今も働きながら大学院生をやっている最中でございまして。 えと本学のですねあの国際医療福祉大学の医学研究科の,あの今学生をしておりまして。 まあ、あの修士課程をまず2021年に終了して、まあ、現在は博士課程の3年目ということになりますでちょっと遡ると大学については青山学院大学の理工学部を出ておりまして、えー、と卒業後にですね、まあ、普通の事務職などいろいろ経験した上でその後研究補助員として国立がん研究センターに入職いたしまして、まあ、その後特任研究員となって現在に至るという形です 職場の業務としてはがん検診の臨床研究の研究事務局ていうのを主にしておりましてあのエメットの研究費で行われておりますあの参加者1万人の大規模臨床試験の事務局を10年以上担当しておりますであの、まあ、その業務を担当している最中に働きながら大学院に入ったという形ですがん検診っていうと、まあ、皆さん とにかく早期にがんをたくさん発見できればいいみたいにあの一見単純に思われがちな部分もあるんですけれども有効性を評価するロジックの部分が実は結構複雑だったりというところにあのすごく面白さを感じております簡単でですけれども以上ね。皆さんそれぞれ何を学びたいかという,こうきちっとした目標を持って学ばれてでそれが次のキャリアにちゃんと生かされているというのでなんか感銘を受けました。で 実際それでも、まあ、あの中村さんは一度仕事を辞めてでも外国の大学院ですから、まあ、経済的にもいろいろ大変だったと思いますし他の方々働きながら大学に行くっていうんでそれぞれご苦労があったと思うんですけど、まあ、あのどんな苦労があったのかどうやって乗り越えたかっていうのを教えてください。はい 私はです、ね、その先生からご紹介いただいたようにミッドキャリアで途中であの院勤務をめあ就職した後にえっとに大学に行こうということだったんですけどもきっかけが私主に3つありましてまず初めにその私は国際協力業界で今後もずっと働きたいという思いがあって。 でやっぱそれを継続していくためにはやはり仕事を獲得するために、えー、と公衆衛生収支課程の獲得っていうのが一つタスクとしてあったっていうのが一つとあと協力隊で現地で働いていて自分の医療機関に来る、えー、と人々はサポートできるけれどもやっぱキルギスものすごくアクセスが悪くて山がいっぱいあったんですが山を双子は見越えしないとそこにアクセスできない人もたくさんいるっていうことでより多くの人にアクセスその医療サービスを届けるためにはっていうところで医療政策をてい

ユニセフで働いていた時に、まあ、いろんな WHO だとか他の国際機関の、まあ、論文だったり書類をこうチェックしなきゃいけない時に果たしてこの研究データ研究手法デザインが、まあ、妥当性があるのか有効性があるのかっていうところが、まあ、判断しかねたというところでもう少しちゃんと研究をあのしっかりと理解できるようになりたいっていう思いもあってあの途中であのクイッとしてやめて、はい、大学院進学しましたすいません。長くなるい、はい、そ,うそれでですねあ そうですね、私はその海外のまあイギリスの大学院ということもあって、まあ、入学してからはもちろんなんですけども100%、まあ、英語で授業を受けながら特に講習衛星私統計学とかほとんどそのアンダーグラジュエイトの学部でやったことがない中でやっぱそのまあ未知の学問を英語であの習得するっていうのはかなりチャレンジングであのまああの録画もあったのでもう何回も何回も見直しながら復習と予習を日々くらい返したっていうのが日、ま、常、あ 必要的に大変だっあとそうですねあの今まで日本の大学では先生が1人いてこう学生さんがいてこう聞くっていうスタイルだったんですけれどもあの私がいたイギリスの大学院では基本的に少人数制の中でも数人でグループを使って。 作ってグループディスカッションはいどうぞっていうところで、まあ、何分間15分でグループディスカッションして5分でまとめて発表だよっていうのがもうものすごく数あるんですねなのでそれをあの4年大学で経験してなかった私にとってはその慣れない英語でどうやってこう海外から来た同級生とディスカッションしたらいいかというところもやはりこう最初は難しかったっていうところではありますが結果的にはいろんな経験を得て本当にあの最終的にとてを満足した大学院 <laughs> 時代でした。あい大学院で苦労したこととまあ学んだことっていうところでいいですかね。はい。えっと私の場合、あのまだ社会経験がまだあの浅い中での進学だったんですけれども、あの大学院を選あの M.P.H. を選んだ理由としてはえっと二つ。と一つは看護の分野に限らずあの健康について多面的 分野横断的に学びたかったことと、あと二つ目は、あの、現場に活かせるような実践的なスキルを身につけて、キャリアの選択肢を広げたかったということです。えー、実際に私の大学院も英語でのあの、キャリ,グラカリキュラムだったんですけれども、あのー、もう10個程度のえっ、ー、と、科目を選択して、本当に多岐にわたる分野を一から勉強するので、 あの、ま、課題をこなすのに、勉強に時間がかかった分野もありました。あの、R 言語を用いた生物統計だったりとか、医療経済だったりとか、はい。あの、まあ、本当にあの、講習英生の基本的なことではあるんですけれども、あの、自分の中でもやっぱりあの、キーとなった学びとしては、まあ、一つは、EBM、エビデンスベースメディスン、はい。まあ、を実現するための、あの、まあ、統計的、疫学的なアプローチだったりとか、 とは、あの、SDH、ソーシャルデタミネンツオブヒルス、と、まあ、社会的要因が与える健康へのインパクトですね、を、あの、視野に入れるという考え。まあ、これらを、あの、系統的に学んだことは、まあ、後の保険活動の柱にもなったかなと思っています。そして、あの、どの分野も、あの、実務とはまた別の視点で、あの、理解を深めることができたので、 あの、新鮮味もあって、楽しく勉強できたかなと思っています。で、あの、課題研究もあったんですけれども、あの、私は、えっと、眼検診が、あの、の受診率に影響する要因を研究しまして、例えば、えっと、ま、眼検診の受診行動を左右するのは、ま、社会的要因であるインカムだったり、就労なのか、もしくは、あの、ヘルスリテラシーだったりとか、 と、かかりつけ医の有無だったりとか、あの、介入によって、あの、変わるような要因なのかというような研究ですね。で、あのビ、えっと、ビッグデータを用いての研究だったんですけれども、まあ、当初はやはり、あの、分析方法から、あの、論文の執筆まで、何事も、あの、初めてで、わからないことだらけだったので、焦りもあったんですけれども、あの、経験豊富な先生たちのご指導のおかげで、本当に大変感謝しています。 ね、あのそのような研究と座学と並行してあの私の場合前日に述べたインターシップの機会にも先生のご紹介で恵まれたので国際保健学の実践というところを体感できてより大学院で学んだことを深められたのかなと思っています。なのでこれも大学院で欠かせなかった貴重な経験かなと思っています。 そうですね私はその学んだことをどう生かしたかなんですけれどもあのキャリアとしてはそんなに変わってはいないんですけれども、まあ、それまでは自分が今まで経験してきたことをまあ業務に生かしていくような形だったのがちょっと根拠を持って考えられるようになったので先生方がその研究で何を目指しているのかっていうのが割と理解できるようになってじゃあ私が 補助する時にこう業務にどう落とし込むかっていうことがまあ割と順序立てて考えられるようになったかなとは思っています。で、えー、苦労したことなんですけれどもやはりあの社会人をやりながら大学に大学院に通うっていうのは、まあ、今思えばよくやったなと自分でも思うんですけどもあのやっぱり あの仕事が終わってから講義を聞きに行ってまたそれが講義終わってからレポート書いて週末もゼミに出てっていう生活はやっぱりとても今思っても大変だったなとは思いますがまあ今までと違う生活なのでその時はすごく楽しんでやってましたしまあ学生も大変ですけど先生も普段の診療終わってから夜講義していただくっていう姿を見ていて。 こう自分だけが大変じゃないっていうのはすごく思ったのであのすごく楽しんであの大学院をあので学んだと思ってます。あと私たちはあの2年目から完全にコロナ禍に入ってしまって講義も完全にウェブになって、えー、ともう研究のデータも取りに行けないし まあ、あの予定していたデータをもう短くせざるを得ないっていう人もたくさんいて自分自身はもうすでに2年目に入った時にはデータを収集しきっていたのであまり研究自体に影響は受けなかったんですけれどもやっぱり皆さんすごくその辺りは苦労されて,て,されていたのをあの拝見していてやっぱりあの普段やってる仕事の中でもコロナ禍の影響っていうのは非常に受けて研究計画よりも長めに データを取りりに行かななきゃいけないっていけとうこともありましたで大学院ってやっぱり2年間で研究計画を立ててで最後論文を書くところまで持っていかないといけないっていうそういう時間の制限もあるので、まあ、あのやっぱり最初からこう余裕を持ってというかちょっと柔軟性を持って研究を進めることも必要なんだなっていうか。 ことはちょっと学びになったかなと思っています。えっとですね、あのまず正直なところ私の場合ですと、あの研究機関に勤めておりますので、まあ、正直学位が必要っていうのはあの現実問題としてやっぱりもちろんありました。で、まあ少なくとも修士でできれば博士っていうのはまあ、もちろんないよりは絶対後回いっていうのがあの大前提としてありました。であとですね、まあそういった話は置いておくとしてもあの。 一度社会に出て実務を一通り経験するとですねやっぱり自分が何が得意で何が苦手で,で一番何が足りないのかっていうところが社会に出て出ることで初めて見えてくるっていうのは絶対あると思うんですよね。ああ何で学生の時にあれちゃんと勉強しておかなかったんだろうみたいなことって社会人だったらきっと誰もが一度は一度や二度で済まないほど思ったりすると思うんですよ。 であのまあ、具体的に自分で言うと今,今皆さんのお話にもありましたけれどもやっぱり統計学でその根元になる数学が一番後悔するといいますか <laughs> そういう部分であの私臨床試験の仕事をしておりますのでやっぱり統計学も,もちろん当然扱うわけでやっぱりそれこそあの高校数学レベルからきちんとやり直したいってな風に何度思ったかわからないっていうのはありましてでそういったことで多分 学生だけをずっと続けて、社会経験しないで学生を続けているだけだと、やっぱりなかなか見えて、見えづらい部分だと思うんですよね。であのまあ、現場レベルで何が本当に必要なのかっていうのは、やっぱり社会人を経験してからだっていう部分があ,のあ,のあ,のあると思います。であの 社会人が大学院に行って勉強し直す学び直すっていうことのメリットはやっぱりまあ多分そこら辺であの何が必要かっていうのを身に染みて分かっているからだっていうのが一番大きなところなのかなっていうのはまあつきみかもしれないですけどやっぱりそこが一番大きいのかなっていうふうに思いますあの大学院に苦労したことはやっぱりあの勉強あの講義の中でもやっぱり一番なのは統計学の部分でしてまあただそれはあの 分かってて苦労するために来たのであの期待どおりといえば期待どおりなんですけれどもやっぱり大変ではありましたあとあのやっぱりあのおっしゃって皆さんおっしゃってましたけれどもあの論文を最後まで仕上げる形にするっていうのもやっぱりあのすごく苦労したところではありました、はい、簡単でですすけれども以上ですありがとうございます皆さんのお話を伺いましたけれどもまああの仕事上 修士課程を卒業しているあるいは修士を持っている博士を持っているってことが必要な職場もあればそうではなくても自分自身でそういう分野をもう一度勉強したいと思う方もおられることが分かって頂けたと思いますし。あの 理学療法士さんあるいは保健師さん看護師さんというような医療専門職である方以外に高橋さんのように理工学部を抜けられて自分的な仕事をされている自分、まあ、的でもかなり専門的な仕事をされてますけど必ずしも医療専門職でもない方でも公衆衛生を学ぶっていうことがあるんだと思いますであの鈴木さんがおっしゃってたように、まあ、一人一人、まあ、特に医療専門職は最初はもう一人一人の患者さんや目の前の方で精一杯いってことですし、まあ、あの。 高橋さんの場合も目の前の仕事で精一杯のときもあるでしょうけれども、少し経って広くもう一度自分の仕事を見直してみる、あるいは自分の仕事に必要な専門性をもう一度見直してみるというときに、ぜひ一度学ぼうという気持ちがお持ちになるというのは素晴らしいことだと思います。で その中で皆さんの中にも出てきましたデータベースとかサイエンスベースとかちゃんとした根拠を持ってきつつ説明をするっていうものを考えていくっていうことはあのまあプログラムを作られる国際プログラムを作れるあるいは自治体で市町村で人々の健康プログラムを作られるあるいは市の政策を考えるあるいは病院で研究を一緒にやっていくあるいはデータをきちっとマネジメントするどんな場合でも あのそこは非常に重要ですそこは公衆衛生大学院で学べる大きなあ力になる部分だろうというふうに思います。で、もう一つは、あの公衆衛生大学院という、特に専門職大学院は。実践に生かすということを非常に重視しておりますので。研究者、を育てるというよりは、それぞれ学んだことをまた実務に生かし。人々の健康とか幸せに生かしていく。今日、お、人の方々それぞれに。 あのそれでの違った立場で、えー、日本のまたアジアのそして世界の人々の健康に生かそうとされてるんだというふうに思いましたあの私たちずっと若い方たちがこうやって学んでるんで大変心強いんですけども今あのこれをお聞きになっている方で、えー、自分も勉強してみようかなとかやっぱり大変じゃないかなとかいろいろ思っていらっしゃる方がいると思います。あの 次の人たち次に学ぼうとする人たちのために何か一言ずつメッセージをいただければというふうに思います。じゃあまた同じでで中村さんからそうですね、えーとまあ、あの私も仕事を辞めて、えー、と仕事の,あの高橋さんもおっしゃってましたけど仕事でこれが必要なんじゃないかっていうところを気づいてその大学院に行ったパターンですがやっぱ私の,あの入学した大学院もですね の、そもそも就職経験がないと入れない大学院だったんですね。なので、クラスメイド全員が、えっと、就職、特に私の大学院の場合は、あの、発展途上国での経験を2年以上積んだ、もしくは、あの、難民キャンプ等の支援を経験した方がいる、あの、学校だったので、皆さん、その、なんて、学問上では、知識上では、正論と言われることも、やっぱり現場では通用しない。じゃあ、そうなった時に、 じゃあどうリアリスティックに事業をその公衆衛生っていう知識を組み込んでやるかっていうところがやはり現場経験を積んだからこそできるディスカッションっていうのがいっぱいあってとても良かったので。 そうですね、その大学院に入ったらそういうその皆さんいろんなあの自分が今まで関わったことない分野で活動してきた人たちとあの会えるとてもいいチャンスですしそこから自分があの知らなかった知識だとかアイディアもいっぱい得られますしその知識その論文を書き上げるっていうだけでなく私はその大学院で出会った世界中から来たあのやっぱクラスメートの出会いだったりとか授業以外でこうランチタイムだったりこうあの授業が終わった後に夜遅くまで こうお酒を飲みながらディスカッションした記憶とか経験っていうのがものすごく心に残っていてやっぱり彼らとの大学院での出会いっていうのがあの最高の財産だなと思ってますので皆さんも大学院でとっても素敵な出会いがあると思うんでいろいろ大学院種類ありますと思うありますのでそのどの大学院が自分に合ってるかっていうのもちゃんと考えて見極めていただけたらなと思います。はい そうですね。私も、あの、保健師として、あの、現場で働くようになって、あの、思うのが、本当にあの、公衆衛生大学院で、あの、学んだことが、当たり前なんですけれども、本当にあの、公衆衛生の最先端の動向だったな、ということを、あの、実感します。ね、あの、本当に、あの、ここ数年でたくさんの自治体が、エビデンスベース、ポリシーメイキングを、あの、重要視して、あの、してきていますし、 あの、ま、実際に、あの、地区でも、あの、社会的要因から来る、健康格差を肌で感じることがあって、ま、保健医療にとどまらない、あの、行政の課題っていうところも、ま、見えてきています。特に、あの、私が直面した、新型コロナの対応では、もう、あの、保健所の中でも、あの、ま、専門職として保健師に役割役、あの、求められる役割がすごく大きくてですね、 あの、療養調整、入院調整から、まあ、クラスター調査だったりとか、パニックになっている、まあ、えっと、住民や地域の方の対応だったりとか、あとは人手不足の保健所の、あの、体制づくりがまで、はい。あの、もう毎日が、あの、新しいことに直面する、あの、そういった、あの、大変な時期ではあったんですけれども、やっぱり、あの、そこでも、大学院で培った、あの、 体系的に問題解決をするアプローチだったりとかあとはあのそれをあの大学院の,他にあの土あに学んだと疫学だったり国際保健学の知見だったりとかあとはあのそれを人々に発信するための、まあ、資料作りだったりプレゼンの力っていうのが、まあ、専門職としての、まあ、自信になったかなっていうふうに思っています。 あとはあの先ほど中村さんもおっしゃってたんですけれどもやっぱりさまざまな国籍だったりあの職種をバッ,クグラウンドのバックグラウンドを持った人との出会いっていうのも本当に大きな刺激になりました健康を切り口にあの多様な視点価値観であの活気のある議論ができてもうそれは今思い出しても胸が熱くなるほどの,あの有意義な経験でした 今そういった人たちからのあのインスピレーションを受けて、あの自分自身を振り返ったり、自分の志を見つめ直したりとか、あのキャリアの可能性を広げるチャンスにもなったかなと思うので、まあ、こういった人的ネットワークを築けたっていうことも大きな財産になっているかなと思っています。えっ、ー、と、これから志す方へのメッセージとしましては、あの本当に、えっ、ー、と、まあ 明確な目的意識を持って、あの、進学される方もいると思うんですけれども、私のように、あの、公衆衛生への憧れから来る、まあ、漠然とした動機からでも、あの、構わないのかなって思っています。まあ、そのようにですね、まあ、キャリアの途中からでも、あとはまっさらからでも、あと、あの、失敗しても、あの、思い切ってチャレンジできる、 本当に絶好な機会になると思うので是非うう、まあ、社会人長くやってるとだんだんこう教える側に回ることが多くて教えられる機会って非常に減ってくる中でこう大学院でどっぷり教えられる側学ばせてもらえる側に立てるっていうことがすごくありがたいなということはとても感じたのでちょっとこう何て言うんですかね 違う環境に自分の身を置けるっていうこともすごくいい経験になったなと思っています。でまた最初のお二人がお話ししたこととあの重複してしまうんですけれどもやっぱり違うキャリアを持った人異業種の方なんかとあの一つの研究のことに対しても違う目線でディスカッションできたりするのでそこはすごく良かったことの一つではあって。で そうです、ね、なんか新たなこう視野が広がるというかいうことがあったので、まあ、大学院でただただ専門知識を学ぶ以上の経験ができたと私は思っています。えっとですねあの大学院に入ってあの専門分野の体系的なあの勉強を集中的にしてですね そして研究指導を受けて論文を書いて出版までたどり着くことができたっていうところはあのあ自分もまだや,やればできるんだなっていうことをあのある確認できてある種の自信になったっていうのはあります社会人になって仕事をしているとやっぱりあの同じことのルチマークというかそういったものが多いので新た本当に新しいことを学んで新しいことを自分でそれから作り出すっていう機会があんまりないので、まあ、こういった あの大学院っていう、全く新しい環境に身を置いて。で論文という形になるっていうのは、一つの自信になったなっていうのは。あの間違いなくあるのかなというふうに思っています。で、まあ仮に、あの。今後研究者とは別の道に仮に歩んでいったとしても。まあこの経験っていうのは、必ず糧になるんじゃないのかなというのは、自分では思っております。あとですね。アドバイス。そうですね。今までの話にも出ておりましたけれども、まあ大学院。 と言いますとやっぱり一つ大きな柱は研究でしてあの、まあ、自分がやりたいことをやる高い志を持つっていうのはもちろん大事なことなんですけれどもあの私たちはあのプロの研究者ではまだなくてあの経験の浅いあるいは全く経験がない状態で、えー、修士課程でしたらあの標準は2年間っていう制限の中でで講義もぎっしりあって。 でその中で実際の研究活動をやる期間ってものすごく限られていて短いんですよね。まあ、ですのであのアドバイスとして、まあ、これから大学院を考えている方へのアドバイスとしてはあのゴールまでしっかりたどり着ける研究テーマ選びっていうのがすごく 実践的には重要ななな部分なのかなといいう,うに実感としててすすごく思っています先生方はもちろん助けてくださるんですけれどもあくまで研究を進めて最後までたどり着くのは自分自身なのでそういった実行可能性っていう要素も含めて研究テーマを選んでおくと、まあ、後々自分で自分の首を絞めるようなことにならなくて済むのかなというふうに思います。はい ありがとうございました。あの4人の方々にそれぞれあの非常に率直にお話を伺いました。あの皆さんのためになったことも多いんじゃないかなというふうに思います。えー、大学院、甲子園大学院に入ると、まあ、ご自身のご専門の分野で学びたいところも深めることもできますけど、ちょっと広い、これまであまり考えてなかったような分野を学ぶこともできるというふうに思いますし、あの 今日一緒に学んだ仲間たちからの刺激というお話もありましたあの、いろんな方とディスカッションできるんだろうというふうに思います。で、えー、国際医療福祉大学の公衆衛生専門職大学院は、あの社会人でも学びやすいように、えー、夜間、あるいはあ土,土曜日の授業等も十分組み込んでますので、ここにおられるように学びながらあ、まあ、働きながら学ぶことも十分可能だというふうに思います。 また、今日鈴木さんはセロ、清浦科の国際分野での英語での授業という話になりましたし中村さんもリバプールで英語だったと思いますが国際医療福祉大学の専門職大学院は国際保健の英語のクラスと疫学あるいはマネジメント等の日本語のクラス両方用意しておりますので。あの グローバルヘルスをやりたい方も英語でえということですし、留学生もおられますので、いろんな国のことを学ぶということも可能だろうというふうに思います。で、また、公衆衛生専門職大学院ですから、研究という形でなくても、課題研究、課題ということで、レポートをまとめるということができます。皆さんが日頃から思っていること、疑問に思っていることを解決したいテーマについて、調べ掘り下げて、またディスカッションし、それをまとめるという形でも構いません。 また今日お話ししていて確かに今回、COVID-19、新型コロナのパンデミックという、ま、誰もが、みんなが直面した危機がありましたけれどもあの、大学院でもう一度学んでみることで視野が広がり、いろんな視点を持つことで、これからの不足の事態やいろんな危機に対応する力も身につくだろうというふうに思います。があのぜひ、えー 次の羽ばたかれる方々が本学あるいはよその国際高知越大学院でも結構ですからもう一度学んでみようという気持ちを持ってトライしていただきたいというふうに思います。今日はあの中村さん鈴木さん竹橋さん高橋さん本当にお忙しいところありがとうございました貴重なお話ありがとうございました。